はい、どうも皆さん、こんにちは、しもりーです。はい、ということで、今回の動画なんですけども、サムネとタイトル見てもらったらわかる通りに、契約書一協会38個開封いたします。はい、ということで、こちらのプレゼントボックスに入っておりますゴールド契約書、あとパーセント契約書ですね、もう 30% 契約書、あと S ランク契約書をですね、一挙38枚開封していこうと思うんですけど、その前にですね、10連限界突破コーチプレゼントスカウトみたいなやつ来てるんで、それ引きたいと思います。はい、ということで、こちらにあります、限界突破コーチ付き10連スカウトを1人様1回限りということで、 A ランク以上自チーム選手1人確定なので、楽天で引いて、マー君とか、あとあれで涌井投手とかですね、当てていきたいと思っておりますので、これ引いていきたいと思います。これちょっとちゃちゃっと引きます。これで、S ランク出たらめっちゃ嬉しいです。ちなみに狙いはギータさんです。来い。あ、満月あるよ、これ満月ワンチャンあるよ、ワンチャンある、マジで来い。調子くん虹、あーい、キン、あ、キャ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 ーン、キャ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 ーンですね。来い、あい、おい、来たマジで来たし、S ランク自チームじゃない、しかもこれワンチャンあるよ、ワンチャンあるよ、ギータあるよ、ギータあるよ、ワンチャンギータあるよ、マジで S ランク来たんだけど、これめっちゃ嬉しいんだけど、もうこれ S ランク当たんなくてもいいんで、限界突破もらえるだけで限界突破コーチ、いやー来ないね。あー、でこれ最後だったら楽天ですね、最後だったら楽天、え、これ最後、うっ、来た、うーい、太田大志選手、これ次だな、ここ、いやってことで楽天ですね、楽天です、楽天ですね、はい、誰だってことは多分ゲットしてる選手です、今まで辰巳選手。はい、ということで、こちらにあります、ゴールド契約書、そしてパーセント契約書すべて開封していきたいと思います。狙いはギータ選手、千賀選手でございます。ちなみにですね、なんで、まあ、とりあえずゴールド契約書いって、最後に S ランク戦、ラン、S ランク契約書って感じでいきたいと思います。いきます。はい、まあ、これ月に1回のこの、契約書一挙開封動画なんで、結構楽しみにしてます。はい、貯めてそして一気に引くというこの動画です。いやー、確定数ありません。うーん、うい、A ね、 A ランク、あー、くそ、バリベリボリ、あー、 A ランク、でも A ランクでも嬉しい。 A ランク近藤選手、まだある、まだある、 A ランクなら、 A ランクなら一番欲しいのは今誰かな、マー君ですね。 A ランクで一番欲しいのはマー君、マー君、ドンバイ。はい、ということで、続きましてゴールド契約書20連目引いていきたいと思います。 30% 契約書は最後に引きます。いきます、ゴールド契約書20連目。はい、まあ、多分この動画めっちゃ短い動画となっていると思うんで、まあ、ちゃちゃっと引いていきたいなと。うっす、うっす、あー、ダメだ、ボボボ、あー、ダメ、キュピンキュピンキュピン、はい、これ早送り、絶対早送り、絶対早送りです、これ絶対早送り、マジで、んな、出るわけね、このアナウンスでは絶対出ませんので、絶対早送りでございます。ポン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 見ていきます、早送りです、早送り。はい、はい、ということで、続きましてゴールド契約書30連目ですね、やっていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、いきます、30連目でございます。そろっと来い、 S ランク、そろっと S ランク、まあ、でもさっきの限界突破コーチ付きで S ランク出た、来ちゃう、あるぞこれ、ワンチャン、打て打てじゃねえ、ボワ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 、もう来ちゃう、 S ランク神なんだけど、マジで来い、ギータ、ギータ千賀さん、ギータさん千賀さん、ギータさん千賀さん、マジで来い、これマジで運いいぞ、来い、あー、トシュー、いやー、ニューじゃなかったな、おニューの選手じゃなかったな、まあ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 、はい、ということで、今奇跡的にゴールド契約書で S ランク選手が当たりましたんで、まあこれは奇跡ですね、マジな奇跡でございます。でここでゴールド契約書と、あと 10% 契約書ですね、これ引いていきたいなと思います。5個選択ですね、はい、いきます。はい、 S ランクまさかの俺2枚出ましたかね、この動画で今10連とゴールド契約書で来い。あー、今のところ A ランク、10% 契約書、90% A ランク契約書と一緒なんで、まあ、90% で A ランクです。
当たり前ですけど。ベリ。はい、A ランク。さっきの A ランクです。10% は。でもなんか欲しい選手来い。村上宗隆さん。あー、松山選手。はい、ということで 30% 契約書2枚引いて、その後に S ランク契約書引いて、この動画を終わっていきたいと思います。多分かなり短い5分ぐらいの動画になってるかなと思うんで、いきます。 30% 契約書2枚、どっちも S ランク出てもらってもいいんだよ。来い。いや、1枚は欲しいな、正直言って。正直1枚は欲しいです。うわー、ダメかー。あー、いや、今のところ A ランク、今のところ A ランク。ぼっ、あー、打て、カットイン、カットイン。あー、ダメか。ベリ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 、はい、 A ランク。はい、 A 平投手。はい、戸郷投手。はい、ということでこの動画ラストですね。 S ランク契約書1枚引いて、この動画終わっていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。何回も言いますけど、狙いは千賀投手、ギータ選手でございます。いきます。来い。いや、マジで来てほしい、マジで来てほしい。おニューの選手来てほしい、マジで。とりあえずは、いやー、来い来い来い、頼む。千賀さん、千賀さん、千ギータ、千ギータ、千ギータ、ギータ、ギータ選手。いや、でもギータさんがマジで欲しい。千賀さんとギータさん、どっちかって言ったらギータさんが欲しいです。来い。で、何回も言いますけど、狙いは千賀投手、ギータ選手でございます。で、何回も言いますけど、狙いは千賀投手、ギータ選手でございます。マジで来たんだけど、マジで来たんだけど、絶対来ねえと思ってた、絶対来ねえと思ってたら、マジで来たんだけど、ギータさん。やば、クソ嬉しいんだけど、これ。え、マジで嬉しい、やばい。え、これマジでやばい。やばいっす、育てたいと思います。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。あ、出した。